ゾーラバットゾーラバットは南アフリカ共和国出身の陸上競技選手。女子5000メートルで2回の世界記録を受立、世界クロスカントリー選手権を2度制した。1989年に結婚、改正してゾーラピータースとなった。女子陸上長距離がまだそれほど盛んでない頃から、活躍していたパイオニア的な選手であったとともに、常に裸足で走ることでも有名であった。 さらに、アパルトヘイトたの南アフリカの選手ということで、イギリスに滞在していた期間、常に政治的論争の的を巻き起こした。17歳を迎えた1984年に、裸足で走った女子5000メートルにおいて、15分で1秒83の世界新記録を樹立し脚光を浴びた。しかし、この記録はアパルトヘイトを行っている南アフリカで、 記録されたものであったため、世界新記録と認められなかった。しかし、翌1985年にイギリスにおいて出した14分48秒07の記録は公式の世界新記録と認められた。イギリスの新聞社がロサンゼルスオリンピックに出場するためにも、父親に対しイギリスの国籍を取るように進めた。そして、多くの論争を巻き起こしながらも、比較的に、 短期間に英国籍が認められた。イギリスに到着した時から彼女が英国代表としてオリンピックに出場することに対し、アンチアパルトヘイトの立場から反対の嵐が巻き起こった。陸上女子3000メートルに出場。オリンピックの決勝は中間点を過ぎてもスローペースのまま運んでいたが、ゾーラバットが戦闘集団を引っ張っていた。 集団は第4コーナーを回り1700メートルを過ぎたところで事故は起こった。アメリカのメアリー・デッカーは母国で行われるこの大会の優勝候補の一人と目されていた。デッカーはアメリカで行われるレースではいつもレースを支配していたのでこのように他の選手の背後を走ることに慣れていなかった。この時デッカーはバットの半歩後方の内側を走っていた。直線に出たところで デッカーの左足の太ももがバットの左足に触れ、わずかにバランスを崩した。デッカーはそれでもバットにつこうとしたが、デッカーの右のシューズがバットのふくらはぎに触れた。それから数歩の後、バットが内側にわずかに切れ込んだ瞬間、デッカーはつまずいてフィールド内に転げ落ちた。デッカーは左の天部を怪我したため、レースを再開することができず、倒れ込んだまま途中棄権。 バットは、その直後、現地ロサンゼルスの観客から容赦ないブーイングを浴びせられてしまい、しばらくの間はトップを守っていたものの、次第に走る気力を失っていった。結局バットの五輪メダル獲得はならず、7位入賞という結果に終わった。レース後、彼女はデッカーに謝りに行った時に、どうでもいいからとあしらわれたという。1988年に南アフリカに帰国し、 しばらくの間、国際舞台から離れた。1989年に結婚、ゾーラ・ピータースとなる。彼女は南アフリカ代表として1992年、バルセロナオリンピックに3000メートルで出場するが、すでに実力は前世紀を過ぎており、決勝に残ることはできなかった。しかし現在でも、ゾーラ・バットの記録は、ジュニアとシニアのカテゴリーにおいて、 多くの南アフリカ記録とイギリス記録として残っている。ありがとうございます。